受けるキャッチャーは細川。ワンボールツーストライクのカウントです。ランナーはスタート、インコースストレート、そして荻野は盗塁成功。投球はボールで、これが荻野のプロ初盗塁ということになります。思い切りですね、まあ、一球牽制を挟んだ後インコースへの、まあ、岸の方も、ね、ストレートで行って、刺してくださいという感じだったのもあったんですけれども、まあ、でもこうして荻野選手が出ることによってやっぱりストレート系が増えてきますから、うん、はい、バッターにも助かりますね。そうですね、はい、詰まった打球ですがライトへ、右中間にボールが転がっている、一気にセカンドに行く、ボールが返ってくる、滑り込んでセーフ。尾関さん、はい、シングルヒットがツーベースになりました。い や, やっぱりこういうプレーがね、やっぱりチームにこう勢いを生みますよね。もう一度ご覧いただきましょう。詰まった打球でセカンドの頭の上を越えていきます。でライトが佐藤智明が取って返した時にはもうセカンドベース手前ですからね、はい、まあ、逆に言えばね、守る方はやっぱり常にこういうことが起こるっていうことをね、まあ、想定しながら守らないとまた同じような、ね、ことが起こると思うんでね。そうですね、はい、有藤さん、やっぱりこの人の魅力は何といっても足ですよね。いや、それはもう本当に相手チームからすればですね、はい、この足の速さというのはもう厄介なもんですよ、特にその内野手なんか気になるんじゃないですか。そうです ね、ここは追い込んだのでサードの小屋のは下がりました。緩い当たりどうでしょうか、ショートゴロ、どうだ、セーフだ、なんでもないショートゴロ、内野安打にしてしまう。今日本球界で最も速い右バッターかもしれません。見せてくれたね、ですが、見せてくれましたね、またそばからです。この走り方変わらないでしょう。ランナースタート、盗塁成功、話が無事になりました。素晴らしいスタートでした。いかがですか有藤さん。いや、いい、あのキャッチ力といいますか、してますよね、悠々セーブです。今のはちょっとそのスライディングはあのベースに近かったんですが、はい、これは速いね、これこの選手は速いですね、やっぱたまに当たってないわけでしょう、うん、そうですね、そして荻野が三盗成功、これ大きいですね。大きいですね。西村監督のこの表情どうでしょうか。荻野は涼しい顔です。うまく盗みましたね今の、はい、2ボール1ストライクです。ただ前回が悪くあった時に、はい、今回は絶対というところの気持ちはあるでしょうからね、うん、気合を込めてセーフティーバントだ。象徴だ、素晴らしいバントヒットでした。ボギョも無事で良かったんですね。プッシュ気味にバントします。足が速い、セーフだ、ノーアウト一塁二塁。ファーストのフィリップスは本当に普通にその打球を処理したように見えましたが、いや右バッターなんですけどもね。いや本当に速いですね。ご覧いただきましょう。別にその素手での捕球、緩慢さとかそういった部分ではないですよね。荻野スタート、送球されました、盗塁成功。荻野はこれで今シーズン4つ目の盗塁成功です。こう息つく暇を与えないという攻撃になりました。あのピッチャーの話に戻るんですけどもね、はい、やはりこれ逆にこう3点差よりも4点差になってしまって、こうなるとこうどういうピッチャーをつぎ込んでいくのかというのも難しくなっていくんでしょうか。学生の頃にね、走り方を変えたんです、はい、それがなんかこう俊速になますます俊速になったという
スタートを切る。島野送球ショートバウンド盗塁成功。5つ目マルテ。2回はせっかくツーアウトを取ったと思ったんですが、俊足の荻野が出ました。まあ、この荻野という選手はプロ野球界を見回しても本当に楽しみなルーキーですよね。いや本当にね、なかなかね1年目っていうかね、その新ルーキーの中でそのスタメンに出てくるっていうのは本当に大変なことだと思うんで、はい、そういう意味ではね、その中でも結果も出してますし、そうですね、本当に楽しみですよね。打率も昨日までは3割7分1厘とパリーグの打率ランク3位、さらに盗塁王ランクはトップ。荻野スタートを切りました。日高セカンドに送球、悠々セーフ。そしてそのまま3塁に向かう。足で見せていますルーキーの荻野。今のがもう楽勝にセーフですよね。そうですね、本当に楽しみな、そして相手チームにとっては驚異的な新人が出てきましたね。ご覧のシーンです。状態が全く浮き上がらないですね、この荻野。これは本当にいい選手を取りましたよね。取りましたね。まあ、実はドラフトで岡田監督が昨シーズンというか去年のドラフト会議で唯一取りたくても取れなかったのがこの荻野だという話をされていたんですが、やっぱそれだけいい選手ってことですよね。そうですね。初球から行きました。ボールはショートバウンド。今のはね、はい、スタートほぼ完璧です。今のは球種がストライクでもね、はい、ストレートでもね、おそらくセーフですね。あ、なるほど、俊足の荻野貴司が一塁ベース上です。ワンアウト一塁。初球からいった、盗塁成功、8つ目。素晴らしいですね。はい、この人の武器です。まあ、かつてのこのパーリーグの盗塁王、その西村監督が今年は率いますが、まさにこの西村野球の申し子と言ってもいいかもしれません。はい、まあクイックしてもうイージーでね、セーフですから。そうですね、もう塁に出せばもうツーベースを取ったようなものっていうね、やっぱりこうバッテリー嫌ですよね。荻野完全逆球です。左中間を抜ける、フェンスまで達しました。悠々三塁へ、ツーアウトから荻野の三塁打、ゴロで抜けちゃいましたよね。そうですね。セーフティー気味です。これはセーフになるんです。今日も見せました、快速荻野のバントヒットです。いかがですか。普通だったらね、はい、もう、絶対アウトですよ。悠々セーフです。これがあるからいいですね。足と足さあ、荻野のスタートもあるんでしょうか。スタート、投げません。9個目です。荻野もここまで盗塁が13個、失敗がまだ1つしかありません。初球からいきました。山崎から盗塁成功。14個目の盗塁を決めました荻野貴司。ノーアウトランナー2塁。さあ得点の形を作りました。もちろん杉内も警戒はしてたと思うんですが、クイックでは投げてますよね。まあ、クイックなんですけど、まあ、スタートいいですよね。スタートの良さ、それからこうスピードにあっという間に乗るこの脚力。ソフトバンクの外野はほぼ定位置です。センターに抜ける。荻野は三塁を回ってきた。
ホームイン5点目、次の1点は千葉ロッテマリーンズ。5球でこの回1点を奪いました。初回のような見事な攻撃になりました。なくさらなる点を欲しかったということですね。荻野走ります。いやー分かっていたんだけれどもというような悔しそう。山崎選手足速いですね。速いし速いです。スライディングスピードが落ちないというかね。あーなるほど、スライディングスピード、うん、タイミング、あ、こっから速いんでスライディングスピード、うん、これですね。すごく速いですよね。確かにそうですね、うん、さあここは荻野が塁に出てバッター井口、まあ走るでしょうね、うん、タイミングを見ています。スタート、谷繁二塁へ、トリは成功です。もう初球から一気に走ってきました荻野です。今シーズン24個目の盗塁です。パリーグダントツのトップです。躊躇なくスタートを切りました。まあこれだけの足の速さがあったですね。まあ谷口選手もね、今の表情を見ますと、速いなと今日はドラゴンズ、まあ、やっと2安打という状況です。わらわら球、センター荻野がずっと出てダイビングキャッチ。いやー荻野またファインプレーを見せました。まあ、こういったファインプレーはもう4月から何度かありますが、よく追いつきました。もう落ちるかなという感じも受けたんですが、いい選手ですね、本当ね。中間広くも空いてたんですが、荻野のダイビングファインプレー。今日は荻野らしさを存分に中日ドラゴンズに見せています。